これはどうやって食べろと言うのでしょうか。やばくないですかこれ。絶対全部は無理なんですけど。結局全部食べれませんでした。当たり前なんですけれども、まあちょっと無理があったということで、お持ち帰りさせていただきました。ですね、今日私ちょっと話したかったことがありまして、今言ったシュガーファクトリーの音楽があまりにうるさすぎて、多分著作権で引っかかっちゃうぐらいガンガン有名な曲が流れてたので、ちょっときついなと思ってやめたんですけど、数日前にデヴィ夫人のツイッターを見て私が動画を載せたじゃないですか。でその動画を見てくださった方がすごく多くって、で結局ほとんどの方が、まあ、私と同意見だったんですけれども、中にはそうではない方もいらっしゃったんですね。で別に私と同じ意見じゃないなんて許せないとか、私が合っててあなたが間違ってんのよっていうことが言いたいのではなくて、やっぱり犯罪の被害者っていうのはどの犯罪においてでも守られるべき存在なんですよね。普通に人間として考えたら分かることなんですよ。結局ジャニーズ事務所っていう有名な芸能プロダクションに所属をしたいから、それを分かった上で自分の体を犠牲にしてでもやりたかったんだろう、自業自得だろうっていう意見が結構あるんですよね。ただ100歩譲って、ここのプロダクションは70のおじいさんと、体の関係を持ったら日本の有名な音楽番組に出させてくれるプロダクションですよって言って成人した大人がそこに入ったとしますよね。そしたらそれは確かに文句を言えないのは分かるんですよ。私もダメなんですよ。ダメ、その性と交換にしてやるっていうのは間違ってますし、道徳的にもその 枕営業って言うんでしたっけ日本で。ただそういうその今回のジャニーズの件に関して自分で分かっててやったんじゃないの、我慢したからデビューできたんじゃないの、デビューしたいからやったんでしょ、自業自得じゃんっていう言葉が通用するのは成人した大人に対してだけだと思います。でも成人した大人に対してであっても、法的には、あ、でもこれはアメリカの法律になってしまいますけど、その人間一人が、男女関係なくね、人が一人が望まない性交渉を無理やりされる、もしくはこれを断ってはいけないと思うっていう環境でさせられるっていうのは立派なレイプになるんですね。だから夫婦間でも起こりうる、恋人同士でも起こりうる。例えば別れ話をしててもうそんなことはしたくないのに無理やり強要させられたとか、それも立派なレイプになるんですよ。だからそういう中でですよ、だって芸能界に入りたかったからでしょ、それで実際体を売って成功したんでしょ、じゃあいいじゃんみたいなことを言うのは絶対におかしい。そういうふうに考える人っていうのは他人事としてしか見れてないと思うんですよ。例えばお子さんがいらっしゃらない方だったら、自分のじゃあ年の離れた妹弟がもしも、まあ、アイドルになりたいって言って親が連れてってくれて入って無理やり性加害を受けましたって言ったら同じことを言えますか。子供がいらっしゃる方は自分の子供がそういう目に遭った時も、いやそれはあなた恩を考えなさいって言えますかっていう話なんですよ。だから私はちょっとやっぱり納得いかないですね、そういう言葉を言えるということが。さっきも言ったように大人に対しては別なんですよ。大人が分かった上で理解した上で選択肢があってそれを選んだっていう状態と、子供たちが夢を見て芸能界に入ってそこであんなモンスターみたいな大人に
性加害を受けるっていうのは全く別の話ですから、やっぱり普通に考えたら皆さん分かると思うんですけども、被害に遭った時点でシャットダウンしてしまうんですよ。本当に苦しくて怖くって、でそこから自分を責めるサイクルが始まるんですね。子供の場合は分からないですけれども、大人は少なくともあれでもなんか私がいけなかったのかなとか、私がこうすればよかったのかな、自分にも落ち度があったのかなとか、動物的に考えてもやっぱり男性は強く痛いっていう生き物ですし、そういう男性が被害に遭ったっていうことを公開することがやっぱり男性にとってはすごく屈辱的であることで、もちろん女性も同じなんですよ。ただ男性は特に言いにくいっていう傾向はあるんですよ、実際に。だからそういう中でね、こういうふうに頑張って言った人に対して、お前好きで入ったんだろうとかっていうのは絶対に間違ってるから、もう本当にやめてほしいです。ちょっと私仕事で忙しかったんでコメントをあんまりちゃんとコントロールできなかったんですけど、そういうのはちょっと消していこうかなと思います。っていうのもあんまり普段は私コメントを消さないし、アンチとかに対しても別にはいはいって感じなんですけど、それを見てもしも傷つく元ジャニーズ Jr. の方とかがいらっしゃった場合、私はすごく苦しいので、その方々の心境を考慮した上でそのようなコメントは一意見としては分かるんですよ。その言ってる人の、ね、人権は理解してるんですよ。ただやっぱりちょっと暴力的な発言なんですよ、被害者にとっては。そういう人がいるから言えないんですよ、性被害に遭った人って。でだってこうって言ったらどうせ、なんでじゃあデヴィ夫人が言ったみたいで、なんでもっと早く言わなかったのとか、いや言えねえよっていう話なんですよね。5年から7年はかかるって平均で言われてるぐらいなので、性被害に遭った方がそのやっぱりこれは言った方がいいって気づくまでに、他人からはなんでもっと早く言わなかったのとか、でもこれしてもらったんでしょ、そんなのいいじゃん、まあそのぐらいいいじゃんとか、例えば女の子で、まあ、海でレイプされたって、そんなビキニなんて着てるからでしょとか、考えられないことを言われるわけですよ、被害者の方たちは。ビキニ着ててもレイプはしちゃダメじゃないですか。芸能人になりたい子供たちをレイプしてどうしていいんですか。本当になんか考えてほしいです。子供の時そういう経験するっていうのはもう本当に想像がつかないことで、私だって彼らの気持ちを理解しきれないですよ、残念ながら。でそういう人って一生性的なトラウマを残す人もいますし、例えばみんながみんなじゃないですし、その一部の方ですけど、子供の時にそういうことをされるともう性に対してすごい悲観的で、もうその後性というものを楽しめなくなってしまう人とか、逆に過剰に反応してしまう人とか、すごくこう極端になってしまうケースがあるらしいんですね。それって多分苦しいと思うんですよ、本人は。だからやっぱりそういういらない経験によって、ジャニー喜多川の身勝手な行動によってこんなにたくさんの人が傷つけられてるわけですから、もうお願いだから、そのいや芸能人になりたかったんでしょ、有名になったんだからいいじゃんっていうアホらしいセリフはもう本当にやめてほしいなと、まあ、私の発信でそこまでね、それを止める力はないのは分かってるんですけど、世の中がそういうことを気づいてくれるようになったらいいなと思います。日本は昔からこうだからとか、ジャニーズ事務所昔からそうじゃない、知ってて入ったんでしょとか、いや知ってて入った人いるかもしれないけど、知らなくて入った人もいるじゃないですか。知ってて入ったんでしょうで一括りしちゃったら、知らなくて入った被害者はどうなるんですか。ましてや子供に対してっていうのは、やっぱりそういう理屈は成り立たないわけですよ。だって子供なんですから、子供ですよ。自分たちが小中学生の時なんて分かりました、そんなこと。小学生の時にブルマを履くことに抵抗を感じなかったようなもんなんですよ、だって小学生って。あんな気持ち悪い服を着ていたことが考えられないですけども、でもその時何とも思わないで着るわけじゃないですか。そういうことなんですよね。だからやっぱりそのジャニーズ Jr. の子たちだってまだ若かったわけだし、じゃあ辞めればよかったじゃんとか、そんな判断できんのかな、子供に。できないと思いますよ。
だから法で守られてるわけですしね、子供っていうのは。この文句を言いたい人はどこに行ってでも言うんでしょうけど、申し訳ないですけど、この件に関しては被害者が傷つくようなコメントはできる限り削除をしていきたいと思います。今からね、ちょっと LA まで5時間ぐらいドライブをするので、また LA に戻ってからいろいろ動画を出していきたいと思ってますので、よろしくお願いします。では。